まずはですね、トライアウト、これね、BC リーグにもトライアウトがあるということで、そちらの仕組みについて村山代表、ちょっと教えていただけますか。そうですね、はい、私どものリーグはですね、約250人ぐらいの選手がいるわけですね。はい、約4割ぐらいが1年で辞めちゃうんですもん。もう短いです。とにかく短い期間で挑戦しなければいけないので、それでですね、その代わり選手たちもいっぱい来るわけですね。1回トライアウトするとですね、関東と関西合わせて400人ぐらいね、ちかちゃん、400人ぐらいがですね、挑戦しに来るわけですよ。それでドラフト会議で抜ける子もいるじゃないですか。引退する子もいますよね。そういうことを経て11月のですね中旬にトライアウトをやって、はい、その中から NPB と一緒でですね、ドラフト指名して、なるほど、11球団でですね、1巡目はちゃんとこう抽選やるんですよ。あ、そうなんですか。すごいですね。しっかりとしたね、もうトライアウトですもんね。そうなんです。あ、そうですか。そうなんです、そうなんです。で、その子たちがこう、要は入団して、3月の10日にみんなで集まって、はい、それで各球団で公式戦をやって、それで戦っていくっていう仕組みですね。すごいですね。このだからトライアウトからも、注目もする選手がどんどん出てくるってことですもんね。もちろんそうですね。その中でもキラッと光る子はやっぱりいますから。そうですよね。素材がいいけどなんか全然教わってないなみたいな子もやっぱいますから。そうですよね。そのトライアウトの映像がですね、昨年11月に行われた映像があるとのことなので、ちょっと見ていただけますか。これね、実際取材に行ってますんで。どこでやるというの？富山です。頑張って。今どこですか？岩村です。岩村のところのコーチよね。あ、これ。飯原。選手兼任でまだ。宮さん。ああ、ユニフォーム見たらみんなポチャッとするな。はい。まだ1年目じゃない？はい、そうです。何キロ増えた？いや、増えてない。増えてない。やっぱ筋力が落ちました。ああ、その分ね。片山どこにいるの？今片山ですね。これも楽天にね、ドライチピッチャーでね。大きいですね。大きいですよ。じゃあいいの見つけて。はい。ね、強くしたってよ。はい。一日ですか？一日で。いや、いえ、こういう人間ですね。これ僕まあ言ったら一日目落ちて、残った二日目のまあ言ったら西洋と中央で出ていたんです。一番2番組んでね。そうか、一次審査。平野健もいました。中日で。すごい一二番ですよね。もう長いでしょ平野は。平野はね、いろんなことやってますけどね。まあ頑張ってますよね。まだ若いです。変わらないな。元気ですよ。野球に携われるのはね、ありがたいね。やっぱり若い選手を育てるっていうのは楽しみですよね。南口、ああ南口ね。はい。グランセロスのコーチです。方々ばっかりですね。やっぱりプロでも女はそもそもね、成績残したりとか。ああ、そうですね。柳沢監督。これ選手トライアウトの名簿ですね。そうです。はい。ちょっと気になる選手にああやって丸印してね。そうですか。そうです。これは試合形式ですか。そうですね。紅白戦のようなね。私も軽打なんですよね。ここがゆったりしてるのはいいんだけど。ちょんちょんってくるような構えにもなっちゃってるんですよね。本当はもうこの位置からビシッと振ってほしいんですけどね。やっぱ結果をどうするかがあるんで、そうですね。合わせでいってしまうっていう。ちょっと小さくなってしまうんですよね、バッティングが。やっぱり皆さん見ているところは結果というよりも持っているものとかをそうですね。いいなと思っても年齢がちょっといってるともうね厳しいとかね。ああ、なるほど。そうなんです。僕ら楽天の監督してた時は35歳以上の人が17人いましたからね。だからそれからすると25歳って若いなと思うんだけど、BC ではちょっともう25だとちょっとベテランになっちゃう。なるほど。ギリギリですね。はい。一流勝負です。その辺もねちょっと僕らの見方と違うところがあるんですよ。26歳以上だと。0.何%しかドラフトかかんないです。そうだからプロの選手が見るの、スカウトが見るのはやっぱり20歳そこそこの人たちを見たんで、そこから育てようっていう期間があるので、あ、そういうことですね。これ大体受けに来る方々は大体大学卒業とか BC でやってた人たちでもういます。BC でやってた人たちももう一回受け直す。クビになってくる子もいるし、高卒の子もいるし、いろんな人がいましたね。ちょっと実力が劣っても高卒の子をいっぱい取りますね、やっぱり。そういうことですよね。将来があるから。なるほど。僕みたいに芸人の人とかはいなかったですか。いました。あ、いましたか。いたいた。いました。いたいた。いるんですね。いたよね。やっぱりいるんですね。145キロぐらいだけど。済美高校出身のピッチャーね。はい。あ、聞いたことありますね。落ちちゃったんですかね。そうだ。あ、落ちちゃったんですか。トライアウトが無事怪我もなく終わりましたが、僕らやっぱりね、なんかすごく新鮮でしたね。そうですね。ああいう若い選手たちが、まあ本当に将来をかけて今日やってたからね。その人たちを見れたっていうのはね、本当僕らに良かったんじゃないかな。皆さん、絆の YouTube チャンネルでは。BC リーグの選手の情報を盛りだくさんにお届けしております。はい、YouTube チャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん見てください。